こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマ Don't Say No 第7話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。この第7話は、私にとってはなんかこれまでで一番のなんだろう、じんわり会、感動会だったなって思います。メインのトピックスは、まあ、レオとリオンのお母さんの登場フィアットの、まあ、家族の問題、ちょっとこう踏み出した感がありますよね。そして、リオンとポップ先輩ですよ。やばい、こっちはやばかったですね。はい、レオとリオンのお母さんについてはなんかもうすごく先進的で理想的なお母さんっていう感じでしたね。もう絵に描いたようなすごいお母さん、そういう風に思いました。自分の2人の息子プラス、まあ、フィアットのことも含めて、彼らのことをよく分かった上で、で、まあ、彼らを個人として尊重しているし、かつ信頼もしているというね、でなんかそうやって彼らを大人扱いして大事にするだけではなくて、なんだろう、こう親としてのおせっかいさみたいなものも程よく持っているというね、そういうお母さんですね。なんかね、こんなにバランスの取れたお母さんが存在するのかしらってね。なんかまあすごくいいお母さんだと思うんですよ。で、いいな、好きだなって思うんですけど、果たしてこんな人は存在するのかっていう気がしますね。すごすぎて。このドラマはもうどこを撮ってもね、結構そのぶっ飛んだ設定っていうのが売りでもあるわけですけど、でもその一番ファンタジーだなって思ったのはこのお母さんじゃないかな。多分こんな風にね、なんか何があってもドンと構えていて、でそれを受け止めてくれる人いるのだろうか。こんなに理解のある人実在しますか？いたらいいなとか、いたらすごいなっていう次元な気がしますね。本当になんか欠点がないというか、ちょっとこう息子たちの恋愛を楽しそうにしちゃうところぐらいですもんね。でそれをすごいこううざがる子供もいると思うんですけど、まあそこはなんだろう、やっぱり育て方が良かったのかどうか分かりませんけど、息子たちもお母さんのことを鬱陶しく思ったりしないで、関係性がすごく良好というのがね、本当にすごい家族ですね。まあ自分もああいう風でありたいなとは思います。その別に息子はいないんですけど、周りの人に対してね、なんというかやっぱりその葛藤がない人っていうのも見ていて不思議な感じがしますよね。まあ本当すごいスーパーお母さんでした。はい。でこのスーパーお母さんね、レオとフィアットのことなんて、本人たちが自覚する前からですよね、多分。いや自覚はしてたのかもしれないけど、行動をしたりとか、そのお互いのことを好きっていう素振りを見せる前からそのことに気づいていて、かつ彼らをその後押ししている、アンダーネックレスを送ってしまうそのセンス大丈夫かっていう気がしますけどね。すごすぎますよね、本当に。まあ、同じように今回はそのリオンとあとポップさんの件も、気づいたと同時に、彼らをニコニコしながら見守ってくれる、でさらにねちょっとこう、まあ、余計なお世話感もあるけれども、応援もしてくれるわけですよ。ね、一体何をするのかと思ったらリオンのね息子の片思いの相手を、呼びつけて勝手にねで、まあ、勝手というか一応なんだろう、関係性はあるのでいいんですけど、その、まあ、呼びつけてで勝手に見定めて、で気に入ったらあの子が欲しい、うちの息子にしたいからリオンよろしくねって
すごいお母さんだな。なんかもうもはやあそこまで行くとチャーミングですよね。というか、まあ息子の恋愛をね、ああいう風に応援する、ああいうエールの送り方もあるのかと、すごく学びがありました。はい。で、それでいてね、そのお母さんのすごいところは、自分の息子をよく見せようとはしないことですよね。むしろリオンに関しては、そのあなたはちょっとカッコつけすぎなのよって言わんばかりに、わざとそのポップ先輩の前でパンツ一丁の姿を晒させたりする、そういうところもあるわけですよ。かと思いきや、一方でめちゃくちゃおしゃれなレストランを用意してくれて、二人が向き合う場所を、準備してくれると。なんだろうな、多分その自分をよく見せるっていうことをやめなさいと、なんか見栄とかね、虚栄心みたいなものを捨てて、素直でありなさいっていうのがこのお母さんのモットーなのかなと思いました。で、やっぱりそういう人が好きだし、息子たちにはそうなってほしいと思っている。かつ、ポップさんみたいに、信念があるっていう子も大好きなのでお母さんもポップさんのこと気に入ったから、うちに連れてきてっていうね、そういう感じなんでしょうね。まあそれにしても、その前回に続いてリオンの可愛さやばかったですね。もうポップ先輩の一挙手一投足一ラインそれに全て反応してしまうリオンね。彼本当に可愛いですよね。でポップさんもだんだんね、こう慣れてきて、リオンの扱いが上手くなってきましたよね。ちょっとこうもてあそんでいる節もあって、なんかじらしてるみたいな感じですかね。でもそれと同時に、ちゃんと彼に対して心も開いていっています。レストランのシーンでね、自分の生い立ちとか、あともう亡くなってしまったお父さんの話をしてくれたのはすごい感動的でしたね。なんかあれは今後リオンとちゃんと付き合うための準備というかね、大前提としてこう知っておいてもらわなきゃいけない、話さなきゃいけないっていう、すごく必要なステップだったんだなと思います。だってリオンとポップさんって普通に見たらかなり住む世界が違うじゃないですか。もう一方はめちゃくちゃお金持ち、イケメン、もう何不自由なく育ってきた人ですよ、リオン。で、かたやポップさんの方はね、こう親がいなくて孤児院で育って、その後もなんだかんだこう結構不幸な人生を歩んできたわけですね。なんかその二人がまあ出会って、で恋人になるにはね、なんか好きだとか可愛いなとかっていうその気持ちだけでは多分うまくいかないと思うんですよ。やっぱりお互いのその世界を理解するっていうのが不可欠だと思うんです。でそれはただ単に、例えばそのリオンのお母さんみたいに孤児院に寄付をするとかっていう、そういうことだけではダメで、なんだろう、例えばリオンもポップさんが育った孤児院のことを自分の実家のように感じることができるかっていうのが多分問われるんだと思うんですよね。まあまあそこまで行くのはね、これからのお話だと思うんですが、それにしてもですよ、今回のあのレストランのシーンは本当に名シーンでしたね。いやもうめちゃめちゃ綺麗だった、おしゃれだった。もうリオンとポップさんのね、これまでの中で一番の見せ場でしたね。リオンのその優しさと、まあ、あと緊張感が同時に伝わってくるシーンでした。まあ彼はポップさんに対してはとことん誠実で、そこがねすごく魅力的に見えますね。でその最高のシーン、最高の場所で初めてのね、キスですよ。それからのやっぱりポップさんにはかなわないという一言からの抱擁ね。
もうほぼほぼポップさんもね、リオンのことを受け入れていますよね。ただまだその急ぎすぎないようにリオンがなんとか自制しているというね、そういうこのもどかしい感じが良かったなと思います。もうとにかくリオンが可愛い、ちょっとこう抜けていてね、格好つけきれていないっていうのも、もうなんだろう、愛すべきポイントですよね。ああやっぱりポップさんの前では緊張するのねとね、とにかく可愛い。いやもう可愛いしか言ってないけど可愛い。なんかもううっかりね、あのレストランのシーン、勢いでね、こうなんか付き合うのを飛び越してプロポーズしてしまうんではないかとハラハラしましたね。してくれてもよかったんですけど、いやよく我慢したなと思いますよリオンは。もう本当にこのサブカプリオンとポップさんはもうとにかく可愛い、それだけ。で一方でそのレオとフィアットの方は、まあ、相変わらず仲良しなわけですけど、あれですね、フィアットの実家の方が若干ちょっとこういい感じ、一筋の光が見えてきた感じはするんですけど、でもやっぱりまだね、膠着状態ですね。それからあのフィアットの実のお母さんですよ。出てくるんですかね、そろそろ。あの最後にちょこっと出てきた人はね、なんかあんまりお母さんっぽくないなと思っていて、で多分違うんじゃないかなって私は思ってるんですけど、まあ、分かんないですよ。なんか多分そのお母さんではなくて、なんだろう、その小さい頃に面倒を見てくれたベビーシッターさんとか、なんかそういう感じの人なのではないかという気がしています。違うかな、ちょっとあまり自信はないんですけどね。それも来週にはきっとわかると思いますが、もうね、レオたちのお母さんが、フィアットのことも、もう十分に、実の息子のように愛してくれているとは思うんですけど、でも、やっぱり、その、実のお母さんっていうのが、いるわけで、そのお母さんに捨てられてしまったっていうことが、フィアットの心のしこりになっているんですよね。だから、一度でもいいから実のお母さんに会ってそのしこりを解消してあげることができれば、なんて言うんだろう、全てがこう丸くなるというか、義理のお母さんとか義理の妹との関係もいい方に向かっていくんじゃないかなというふうに思っています。やっぱり後半は家族の問題になってきますね。ということで第7話のお話も聞いていただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。